はい、お願いします。はい、うん、前半の中でも言いましたけど、はい、福山さんがその理想の自分になりたいんであれば、うん、これ言葉を変えれば成功したいんであれば、はい、人に真似されるような人にならなければ成功はできないということをちゃんと自分で理解してください。はい、うん、わかりますね。はい、真似をされるのは成功の条件なんだっていうことです。うん、なぜかというと真似をされるということは、うん、まずその内容が良さそうだと思われているということ、はい、それとあなたのことを信用できそうだと考えているということ、はい、この2つは成功するための条件でもありますから、はい、分かりますよね。はい、うん、だから真似されるのはいいことなんですよ。うん、はい、分かりますね。はい、うん、そうするとあなたは誰よりもある意味真似をするのが得意になってきますね。うん、うん、その、才能は生かした方がいいでしょうね。はい、まあ、片っ端からあなたがいいなって思ったものは、うん、真似をする、うん、そして福山さんぐらい真似が得意であれば、うん、真似と、ま、最初のうちはねもう基本的にはパクリでしょう。はい、うん、でパクリがいいとか悪いとかっていうのは、うん、まあなんて言うんでしょうかね、こう、まあ、もちろん著作権とかそういう問題もありますけど、素人の間とかの中ではまあモラルの問題とかなりますけど、僕はもう早くいくらでもパクったらいいと思いますね。うん、うん、パクリ大いに結構ですよね。うん、でまあ、うん、パクっても人に嫌われないようにするところまで行きたいんであれば、はい、パクった時にありがとうっていうとこですね。うん、それはもうパクった時に言うんですか。うん、だからそれはそのメールとか LINE じゃなくて、これもうほとんどこれ YouTube の話をしてるんだと思うんですよ。書いてないけど、うん、うん、YouTube で今日のサムネね、お仲間の真似させてもらいました、ありがとうございますって言ったらいいと思うんです、どっかで。はい、最後でもいいし、うんうんうん、わかりますよね。はい、うん、まあお礼なんか最後でいいんじゃないですかね。うん、うん、はい、うん、でまあどんどん真似してもらったらいいと思いますよね。はい、うん、で YouTube の相談なんですよ。はい、うん、これ YouTube の相談なのに、こう YouTube の相談って書けないところがもったいないですよね。うん、やっぱりこう自分の考え方がやっぱり YouTube に集中していくのがやっぱり怖い、うん、っていうのは僕から、まあ、今日はまだ期限ではないですけど、はい、そのカウンセラーになり、10年後の自分、はい、10年後福山さんの好きな自分になっといてくださいねって言いましたよね。はい、うん、10年後カウンセラーである自分、あのね、人から見てじゃないですよ。これものすごく大事なことなんで、自分にとって、はい、これ人が自分のことをこっちの方が良さそうに見えるから、うん、自分はちょっと嫌なんだけど、うん、10年間頑張ろうって言ったら、それ今までの生き方と全く同じですよ。うんうん、だって福山さんって今まで、うん、どうやって生きてきたかっていうと、うん、結婚するまでは親のために生きて、うん、結婚してからはご主人のために生きて、はい、自分の人生なかったっていうことなんですよ。うんうん、で僕が聞いてるのは、あなた一個人として、はい、ね、カウンセラーの知り合いと、はい、YouTuber の知り合いと、はい、ね、それが同じ人であったとしましょう、はい、どっちの職業の人が好きですかって聞いてるんです僕は、うんうん、言ってること分かりますね、はい、YouTuber の、まあ、うん、A さんという人がいるとして、はい、その人が職業がカウンセラーでした、はい、職業がユーチューバーでした、
あなたは個人的にどっちの人と会いたいですかっていうことです。うん、どっちなんですか？カウンセラー A さんですね。うんうん、その理由は？理由、うん、だって選んだんだったら理由があるはずです。うんうん、あの本心の理由は、うん、あの僕がまあ、はい、カウンセラーだって多分言うだろうし思うだろうなっていう動機だと思うんで、うん、はい、それダメです。はい、うん、それってあの母親が夫になって夫が僕になっただけであなたはいないじゃないですかそこに、うん、あなた本当にカウンセラーの A さんと知り合いになりたいんですか、うん、YouTuber の A さんと知り合いになりたいんですか、自分が今から生きていく上で、うん、それはどっち？まだ今決まらない。どっちもとかいうことはできない。どっちもはできません。うん、うん、まあ、うん、まあでも、うん、なぜどっちもはできないかというと、うん、どっちもというのは今までのあなたの人生だからです、うん、親の言うことも聞きながら夫の言うことも聞いてきたって、うん、まあ、あなたそのものですよね、はい、うん、いや結婚したんだから、うん、あのある意味夫の言うことだけ聞いとけばよかったんですよ。それとかも結婚しても親子なんだから、うん、お母さんの言うことだけ聞いとけばよかったんですよ。そうですよね、うん、でどっちもどっちもってやってたから、はい、あなたどっちにもあのどっちともうまくいかなくなったんですよ。娘もそうです、うん、2人どっちもいや違います。それはおすすめは、うん、それは全然違います。あなたは夫と母親と娘を三択したんです、うん、三択三つの中で二つを選んだんです。あ、それで、うん、言ってること分かりますよね、うん、そしてあなたが今ついポロッと言ったことが、うん、これが洗脳になりますね、はい、これはどっちの洗脳かって言ったら、うん、多分夫の洗脳じゃないかなと思いますね、はい、うんうん、っていうのは子供を、うん、そのなんていうか分けて考えるっていうのはあなたの夫がしてることじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからあなたは、うん、それが映ってますね、はい、これはもっともダメなことです、うん、そうですね、言っていること分かりますよね、はい、よかったですね。カウンセリングの時についポロッと出たっていうことは、うん、あなたはそれをいいことだと思ってますよね、うん、なぜいいことだと思ってるかというと、うん、夫と同じだからです、うん、あのね、はい、ありえないぐらい悪いことです、はい、そうですね、言ってること分かりますよね、はい、その考えをあなたが持ってる限り、うん、あなたが娘だけじゃなくて、はい、優しい人に好かれることは天と地がひっくり返ってもないです、はい、ただ安心してください、はい、ほとんどの親御さんが、はい、ね、ほぼ同じ考えかと思ってます、はい、だからほとんどの親御さんと子供さんは、ね、うん、うまくいってないんです、はい、これダメに決まってますよね、はい、わかりますよね、はいはい、それ一人目の子供が最初に会った自分の子供ですから、うん、愛情とか愛着が湧くのはこれは自然ですよね、はい、だからこそ逆に、うん、ね、うん、2番目の子供と1番目の子供、うん、自分はね、もう最初から区別してるんだと、うん、それは差別につながらないようにしなきゃいけない、区別差別ってなんだっけって、ああもうめんどくさい一緒だって、うんうん、私は子供を差別してるんだと、うん、っていうかこれどこの親もそうだなと、だったらそれを分かってて、はい、ちゃんと長女と次女の前で
演じていかなきゃいけないな、それが優しさだなっていうことです。うん、あの素の自分で子供に接してたら、あのうまくいくことなんかあり得るわけがないですよね。わかりますね、はい、うん、それと、まあこれ行き着くところが YouTube だと思うんですけど、うん、はい、まあ、この前ちょっと僕が録音してないカウンセリングをした時に、はい、そのね、動画のブレてる動画があって、はい、それを廃棄せずに、うん、あの自分に、うん、あのメッセージを送ったらどうですかって言って、手紙を書いたんですかね、はい、あれ、はい、あれって、設定が曖昧です ね、はい、あのね、手紙なんだったら手紙ってちゃんと言ってください、はい、手紙なのかなんか台本を読んでるのか、うん、やっぱり曖昧ですね、うん、曖昧っていうことはあの優しさに欠けるんです、自分に対して。わ、うん、かりますよね、はい、僕は、うん、あの手紙、うん、まあ、うん、手紙の方が話しやすかったんですかね。手紙としては、うん、あの言ってあの、うん、書いてないんですよね、うん、あれは台、うん、あの分かりましたよ、うん、あの台本と手紙の中間ぐらい、まあ、というか語りかけと、そうです、あの手紙のだけど、あれはどう聞いても、うん、多分手紙に聞こえますよね、うん、そうですか、うん、はい、あれって、うん、あの本あれはどう、あれはあのなぜ手紙だというふうには思わなかったんですか、うん、全然思わなかったんです、うん、台本をそのが作って棒読みすることがあなたは今後あるんですか、人に話しかけるとき。言ってる意味わかる、うん、多分福山さんがしたことって、はい、台本を一生懸命書いて、うん、それを読んだんですね、その人の前で、はい、そういうことがあの、うんうん、実生活の中にあなたあると思います今後。いや、あると思います、普通に台本を読んで人に語りかけるっていうことが普通の日常生活の中であると思いますかっていうことです。ないですね、うん、もう、はい、もうだいぶ自分に優しくしなきゃいけないっていうことが分かった非常に貴重な失敗ですね、うん。あれってすごくいい YouTube なんです。なんでかって言ったら、福山さんがもう自分にはもうあの、うん、もうものすごいとことん冷たいなっていうのが分かりますね、うん、だって自分に話しかけてるのに、うん、台本読んでて、うん、もう一人のあなたってあれ過去の、まあ、本名のあなたですよね、はい、すいません、はい、ちょっと宅急便屋さんが来ていましたね、はい、うん、わかりますね、うん、あのあれ、うん、言ってる意味は分かってますよね、うん、あれ僕がアドバイスしたのは難しいかもしれないけど、はい、これね、あの最初の意味は分かってなかったかもしれないなと思いますね、うん、あれ本名のあなたっていう人間がそこにいるんですよ、はい、いますやんだって、はい、それに新しいメディアネームをつけた私、うん、はい、実際2人の人間がいるんですよ、はい、本当にその人に語りかけました、うん、まあ、もしくはその人が YouTube を聞いてるでいいですよ、うんうん、本名のあなたが YouTube を聞いてるんです、はい、そして YouTube をしてる、うん、ね、うん、福山さんが本名のあなたに YouTube 越しに本当にあれ話したんですか、うん、言ってること分かる、はい、うん、そこをあのものすごく考えなきゃいけないんだっていうことをまずは分かってください。優しくするって、うん、
そういうことだって覚えてください、うん、はい、いいですか。これどうして福山さんが知らないのかって言ったら、はい、まあこれ悲しい話ですよね、はい、母親と夫にそれをされたことがないからなんですよ、はい、ものすごく、うん、自分のことを思ってもらったことがないから、うん、ちょっときついこと言いますけど、はい、思考が混乱してるみたいなんでね、はい、自分のことを思うこと考えることに時間を使ってもらったことがないんです、はい、言ってることわかる、はい、思ってもらってないという意味は、うん、母親はあなたの未来のことを、うんうん、現在のことを過去のことを思う時間がめちゃくちゃ少なかったんです。これをネグレクトと言います、はい、これ夫はそれに輪かけてです、うん、はい、当たり前ですよね、うん、親の方がまだ情があったに違いないわけじゃないですか。言ってることわかる、うん、じゃああなたは今後何の練習していくかっていうと、はい、本名のあなたのことを考える時間を増やすんです、はい、言ってることわかる、はい、本名のあなたにね、どういう状態でYouTube 越しに話せばいいのか、うん、それは台本のをそのまま読んだ方がいいのか、うん、手紙として明確に手紙という単語を使って読んだ方がいいのか、うん、どっちの方がね、うん、本名の私は嬉しいかな、癒されるかなっていうことを時間をかけて考えてください。自分のことを考える、うん、本名の自分のことを考える時間がありえないぐらい少ないです、うん、ありえないぐらい少ないです、うん、もうゼロに近いと思います僕、うん、わかりますよね、はい、これが今、はい、次の30分の相談ごとに直結します、うん、はい、わかりますね。あなたが今からすることはね、この前の YouTube、 あなたが台本を読んで本名の自分に語りかけた YouTube ありますよね、はい、つい最近配信された、はい、あれが今のあなたの、うん、あなたを考える、あなた自身を考える時間を表現したね、冷たい自分に対してですよ、うん、YouTube なんだ、今から3ヶ月後半年後1年後、うん、自分がどう変わるのか楽しみにしておいてください。はい、はい、以上です、はい、ありがとうございます、はい。